小西酒造株式会社は、日本の兵庫県伊丹市に本社を置く、製酒メーカーである。キャッチフレーズは、山は、富士酒は白雪。企業スローガンは、誰も歩いていない道を行く。ブルワリーミュージアム、長寿像1550年創業。製酒、白雪の醸造元であり、現在では、製酒の製造のみならず、ビールの醸造、輸入酒の販売も行っている。 文禄元禄期頃の痛みは、情報酒造業の中心で、多くの酒造業者があり、小西酒造もその頃を起源とすると考えられている。酒造メーカーの中では有数の歴史を持つ企業としても、知られる。初代は薬屋新衛門。新衛門の名は現代まで続く名跡となっており、2020年には、創業470年の節目を機に、東大の社長が15代。 小西新衛門を襲名した企業博物館としてブルワリーミュージアムを設けている。また同社の本社が伊丹市にあることから宝塚歌劇団並びに阪急阪神東方グループとのつながりが深いことでも知られる。阪急電鉄の駅ベンチには長年白雪の広告が入っていたことでも知られた。昭和時代にプロ野球阪急ブレーブスが 本拠地としていた西宮球場は地元ということで球場のガイアスタンドにスポンサーとして協賛していた。よく昔の名場面の VTR で1971年のオールスター戦の江夏豊の旧連続奪三振のシーンで白雪の看板が映される。本社はかつて伊丹市中央3の子の8の兵庫県道13号線沿いにあり、長らく ランドマークとして機能していたが2013年2月に東有岡にから13の富士山、増敷地内へ移転している。小西酒造は、いち早く、ベルギービールを日本に輸入し始めた企業である。兵庫県伊丹市とベルギーハッセルトが、姉妹都市になったことを契機に、第15代社長の小西慎太郎が輸入を開始した。1988年11月のヒューガルデン。 ホワイトを皮切りに様々な醸造所と取引を行う。ベルギーを代表する伝統的醸造所であるカンティオン醸造所はヨーロッパ県外に輸出する際の最初の取引先として小西酒造を選択している。代表取締役社長である小西慎太郎はその功績から1999年9月11日に日本人として初めて ベルギービールの騎士に認証された。2007年の時点では、小西酒造は日本でのベルギービール輸入のシェアのうち、約60%占めていた。しかし、2008年9月4日から、その過半数を占めていた、主力商品、ヒューガルデンホワイトを、はじめ6名柄の日本国内での販売権が、アサヒビールに移ることになる。そのため、小西酒造は、 ヒューガルデンホワイトの代替となる商品の獲得を、急務としていた。2008年8月27日、小西酒造は、デューベルモルトガット醸造所の新製品、ベデットエクストラホワイトの日本での販売を発表した。白雪ビールというブランドのチビールを生産している。1995年6月、本社ビルの横に、チビールレストラン、白雪ブルワリービレッジ長酒造オープン。 建物は、昔、酒蔵として使われていたものを改造している。平成14酒造年29酒造年小西家が武道を尊ぶ家柄であることでも知られている。小西家は1786年から痛みに道場を開き、剣道や薙刀を稽古していた。小西行茂は明治維新後、道場を一般に公開して、おさむ館と名付け、指定の教育に当たった。 小西新江門夫人の静子と次女稽古が2代にわたり、会長を務めた全日本なぎなた連盟の本部も長らく小西酒造本社内に置かれていたが、2013年の本社移転に伴い近隣の中央一丁目へ移転している。公式野球部は1958年に軟式から展示、伊丹市代表として都市対抗野球大会に出場したこともある。 1999年限りで休部。同社出身の谷中真嗣は、西部がドラフト指名した当日、酒蔵で樽の中に醸造中の酒の様子を確認するためにはしごに登っており、同僚が西部の指名を伝える場面がテレビで映された。小西酒造は1995年まで兵庫県宝塚市藤河急に野球場白雪グラウンドを所有していた。 近郊の社会人野球チームが使用していたほか、春夏全国高校野球選手権の時期には、甲子園出場を決めた他県の高校野球チームが、練習試合などを行っていた。1995年以降、球場跡地は住宅地となっている。1975年頃まで、東京都八王子市の奈良原町に、 当時の酒造メーカーとしては最大規模の約2万5000平米の広大な敷地と倉庫を所有していた。現在では倉庫の跡地は住宅地となっている。ありがとうございます。